の始まりは立石公園眼下にドカンと諏訪公園学生時代にはそう僕らの Yeah たまり場でしたグルメ一発目諏訪のソウルフードその名はサンレイク聞こえるファンファーレ洋食屋さんのハンバーグうますぎて感動半泣き車走らせ南進へ村でいいハンドル握り全身だ天竜川の流れに乗ってたどり着いたのは豊岡村レコード雑貨古書アイドルレトロな空間で親父と小粋なトーク幸せに包まれまさにハッピーデイズ僕のアイドルアキラさんです福島てっぺん公園決意するぜ俺もてっぺん通るなんてことは置いといて放棄じゃん嫌なことを忘れられるじゃんまだまだ旅は終わらない気づきゃあたりは枕上でないおい誰や一人の名店店主に挨拶するも言われたのはおい誰駆けつける娘さんと合流一緒に食べた焼き鳥は国宝級守ってつなぎこの道60年絶対また来たい10年道の駅信州新町県内で最初の道の駅3歳から食べてた3歳買いすぎて散財 Yeah でも一押しは初耳おぶっこほうとう山梨違うよ長野のおぶっこ打倒ほうとうあげるぜほうこう引き立て打ち立て茹でててそば神伝統と味守るため帰ってきたせがれは J ソウルじゃないけど三代目 Yeah キノコ山菜天ぷらは全部最高おしぼりそばだけ辛み要注意いよいよクライマックスです旅のラストはやっぱりサウナ北アルプス望む絶景サウナ雪解け水風呂入るならナウだこんなの絶対整っちゃうな Yeah こんな感じでお届けする番組ハッシュタグ藤森慎吾の信州観光協会皆さんの情報をもとにご紹介これから張り切っていっちゃいましょうタイム